イタリア空軍。イタリア空軍は、イタリアの空軍。イタリア軍の三軍の中で、最も戦士上の功績を持つ。イタリア空軍は、欧州屈指の伝統と格式を持つ空軍であり、世界的に見ても最も古い空軍組織の一つと、言える。イタリア空軍の歴史は大別して、王政時代と共和国時代に分けられる。1884年に、 陸軍内に気球を運用する部隊として、航空部隊が創設される。1911年、井戸戦争で、世界史上初めて航空戦力、飛行船、飛行機を戦場に投入した。1923年には、独自の軍手として空軍が独立し、王立空軍が創設された。第二次世界大戦後の1946年、王政が廃止されて、 イタリア共和国に移行すると、王立空軍もイタリア共和国空軍に改称された。1961年に創設された極芸飛行隊フレッチトリコローリは世界有数の技量を誇る。1884年、イタリア王国の王立陸軍は航空部隊セルビツオエディノーティコを発足させた。航空部隊はローマに基地を置き、気球を運用していた。 1911年に勃発した井戸戦争、リビア戦争、1911年から1912年において陸軍航空部隊は2隻の飛行船に加えて28機の航空機を投入、偵察の他に爆撃も行っている。この爆撃隊による作戦こそが歴史上初めて航空戦力が戦場に投入された戦いであった。 1915年1月には、コープエディノーティコと名称を改め、航空大隊、飛行機、航兵大隊、飛行船、気球大隊を参加に置いていた。なお、王立海軍も航空部隊を創設し、飛行艇を運用した。第一次世界大戦、1914年から1918年では、陸軍航空部隊は、戦闘機を書いていたため、 フランスの戦闘機を輸入もしくはライセンス生産することによって主力戦闘機としていた。爆撃機についてはジョバンニ、序盤にバッチスタカプロニが設立したカプロニ社の優秀な国産機が採用され、オーストリアイコールハンガリー帝国への爆撃を行って連合軍の勝利に貢献した。パイロットではフランチェスコ・バラッカ・チューザが34機撃墜の優れた戦歴を残した。なお、 この対戦の最高撃追数は、ドイツ軍のマンフレート・フォンリヒト・ホーェンによる80機で、ある。また、対戦末期に数機の空軍機が、オーストリア空軍の限界体制を突破して、首都ウィーン上空に来週、突然の敵機襲来に恐れ逃げまうウィーン市民に、降伏を勧告した紙を巻き、その後来週したオーストリア空軍機の追撃を、振り切って悠然と帰還したというエピソードが残っている。 戦略面ではこの時代の経験から、ジュリオ・ドゥーエ少将が、制空論を発表し、欧米各国で大きな反響を呼んだ。これは後に、アメリカ空軍の戦略爆撃構想に、多大な影響を与えた。第一次世界大戦終了後の1923年3月28日、航空戦力が戦争で重要な働きをしている、ことに鑑み、ビットオリオ・イマヌエーレ3世は、 イタリア空軍を陸軍から独立させた。これにより、イタリア王立空軍、レージャー・エロナウティカが正式に発足したのである。しかし、大戦後イタリア国内は大不況に襲われ、王立三軍も財政難に陥り、旧式化した装備の更新もままならなくなっていた。そんな中、王家の後ろ盾で成立したベニートムッソリーに率いるファシスト政権は、 軍備の拡張を宣言、特に高い名声を得ていたイタリア空軍は、政権の宣伝材料として、非常に調愛を受けた。ファシスト政権は、国家規模での支援で優れた航空機を開発させ、各国空軍にとって、平時の戦いであった、シュナイダートルフィーレースなどのスピードレースや長距離、飛行記録競争で、次々記録を塗り替えていった。イタリアの航空技術と人材を誇る。 この一連の戦いは、イタロ・バルボ元帥による二度にわたっての大西洋、無着陸を弾で成功の頂点に達した。だが、1930年後半に入ると成功していたムッソリーニの経済政策は世界恐慌で破綻し、再びイタリア空軍は財政難に苦しむようになった。しかし、軍の窮状と対照的にムッソリーニは、 自らの政権を保持するための請求な戦争へとひた走っていくことになる。第二次世界大戦前夜になると、ベニートムストリーニは空中艦隊構想を実現すべく航空戦力を大幅増強した。しかし、爆撃機が比較的実用性の高い機体を揃えていたのに、対して戦闘機は数がりず、編成の均衡を変えていた。さらに、 信頼できる発動機を持たなかったのも致命的な問題であったと指摘されている。ポーランド侵攻による第二次世界大戦勃発時、イタリアはその属する三大数軸国家、ドイツ、イタリア、日本の中においては依然として最も空軍の規模が小さかった。航空機3296機中、実際に使用が可能と見られていたのは2000機程度に過ぎなかった。 装備面でも明らかに仮想的国である米英空軍より劣悪で特に戦闘機に関しては先進的な技術を持ちながら一時大戦時代の戦訓に固執して副用機を採用フィアット CR-40 にしたために当時すでに主流だった全金属製単用機型戦闘機マッキー MC-200 とフィアット G50 は166機しかなかった加えて航空産業が フィアットやマッキなど複数の小企業に分かれていたことも少ない工業力をさらに分散させる結果を生んだ。結果として連合軍の最新鋭機と互角以上に渡り合える国産戦闘機の実戦投入は敗線の数ヶ月前に運用を開始したフィアットチェンタウロやマッキオリオーネ、ベルトロ、レジアーネサジタリオまで待たなければならなかった。1940年6月 ナチスドイツ軍がフランスに侵攻を続ける中、ファシスト政権は英仏両国に戦線を布告した。直ちにイタリア空軍は陸軍の支援及び後方への爆撃任務を開始、計716回の出撃を行い、276トンの爆弾を南フランス、オクシタニアに投下した。ほどなくドイツがパリを占領しフランスは降伏、BC 政権。 BC フランスが成立して、フランス本土が軸国のコントロール下に置かれるようになると、戦いの場は地中海各地のイギリス空軍へと切り替えられた。イタリア空軍は第二次世界大戦に対するイタリア王国の関与の始まりから終わりまで、中東への数軸軍の航空攻撃に深く関係していた。イギリスの影響下にあったイラクによる アングロイラク戦争の間、イタリア空軍は、ドイツ空軍と共に、イラク航空団を創設、イラク軍の指揮下に入って、BC フランス領レバノンを根拠地とて、A 空軍と交戦した。1940年7月には、イタリア空軍が、英領パレスチナのハイハバー撃に成功し、石油パイプラインを破壊した。米タイム誌でも大きく報じられた、同攻撃の後、続いて10月中旬には、 ファシスト島の幹部でもあったエットーレムーティラが参加した長距離爆撃機体がリビアを出撃、バーレーンの石油地帯の破壊に成功した。こうした数軸空軍による水面下での支援は最終的にイギリス軍をシリアレバノン侵攻へと踏み切らせた。北アフリカの戦いが始まると上空ではイエーク空軍の激しい空戦が繰り広げられた。 両者の戦いはほぼ拮抗していて、また装備された戦闘機は同じ服用機が中心であった。イギリス空軍がグラディエーターを主力とする一方、イタリア空軍もフィアット CR-32 と CR-42 を主戦力としていたためである。後に両者は共に新たな戦闘機を受領し、個々の空戦の模様は劇的には変化するが、 全体的な面においては依然両者互角の状態が続いた。戦況が大きく動くのは空軍の戦いの結果ではなく陸軍同士の戦いの結果によるものであった。陸軍の敗北、コンパス作戦に巻き込まれる形でイタリア空軍は敵に露格されるのを防ぐため多量の航空機を破壊して後方に撤退しなければならなくなった。それ以降は形勢は 英軍側に傾き、後にドイツ軍が戦線に参加すると、北アフリカ上空は英独空軍の戦いの場へと変わった。北アフリカのイタリア空軍はドイツ空軍に命運を託した格好に落ちぶれざを得なかった。それでも1942年にはイタリア空軍は400機までに運用台数を回復させてドイツ空軍の次に甘んじる形ではあったが、確かな戦果を上げていった。 ドイツアフリカ軍団の指揮官、エルヴィン・ロンメルによる英軍への最初の反抗作戦が開始されたとき、イタリア空軍部隊はイギリス空軍を追い払って制空権を確保している。また、クルセーダー作戦でドイツ軍が後退したときも、イタリア空軍は英軍の爆撃隊に多大な損害を与えて退却を助けた。しかしエルアラメインの戦いでイタリア空軍は イギリス空軍との交戦で多くの損失をこむり、移行へ空軍に苦戦する状況が常に続くこととなった。加えて陸上でも数軸側の不利が決定的になったこともあり、次第に劣勢を深めていった。チュニジアの戦いに至った時点でもはや北アフリカのイタリア空軍に戦力はほとんど残っていなかった。1940年6月。 東アフリカにも200機の300機くらいのイタリア空軍機が展開していた。これらの航空機のうちの一定数は骨董品的に古いものであったが、比較的新しい機種であるサボーやマルケイの SM79 や SM81、それにフィアット CR42 も装備されていた。この時点ではまだ CR42 は前線で使用できる水準に止まっていた。加えて、 イタリア空軍は広大な植民地を管理する英国とは違い、東アフリカに強固な航空基地を建設していたので、英国及び連邦軍より良好な離着陸場を確保することに成功していた。したがって戦争が始まった時、イタリアのパイロットは訓練された腕前を英軍に見せつけることになった。しかし、イタリア本土から遠くから切り離された状況は、ただでさえ、 慢性的な燃料と工業力不足に苦しむ、イタリア王国軍内でも、とりわけ深刻な燃料、部品の欠乏を引き起こした。対する英軍は、すべての戦線でそうであったように対照的に各地から、潤沢な物資を運び込み、状況を改善していった。九百四十年一月十一日、イタリア東アフリカ軍総司令官アオスタ港、アメデオは、十七機の戦闘機と、 わずかな燃料を残すのみとなった、と司令部に報告した。東アフリカ航空戦での不均衡な消耗戦によって、イタリア空軍は戦力をすり減らされたが、それでもイタリア人パイロットは、前線を続けた。1941年10月24日、アオスタコアメデーボが、東アフリカ軍の残余と共に降伏する1ヶ月前、最後の東アフリカ航空隊の戦闘機が、 撃墜された。1940年10月25日、大英戦の山場であるイギリス本土航空戦の最中、170機のイタリア空軍機がドイツの占領下であるベルギーの飛行場に展開した。73機のフィアット BR-20 爆撃機を含むイタリア航空軍、コープ・アエレオ・イーターリアーノは、航続距離や機体数の問題などから非常に限られた活動に止まった。 1940年12月、イタリア航空軍の大半はギリシャ戦線に派遣され、1941年4月までに残りの機体も撤収を完了した。1940年後半、イタリア空軍はギリシャイタリア戦争に参加。圧倒的な戦力差もあり、ギリシャ空軍77機中52機を撃墜したが、異軍側も64機。 ギリシャ空軍側はさらに24機の追加撃墜を主張指定の航空機を喪失した。陸軍による苦戦はアルバニア国境への戦線交代を余儀なくした。1941年前半、ドイツ軍がユーゴスラビア侵攻を経て対ギリシャ戦に参戦、ギリシャの戦いすると陸戦の強は好転したが空軍の役割はドイツ空軍の支援任務へと縮小された。 ユーゴスラビア・ギリシャの治安維持の多くをイタリアが担当するようになると、ユーゴスラビア進駐、空軍もこれに従事した。1941年6月22日、ドイツはソビエト連邦の支配地域に侵攻、独ソ戦が始まった。8月、イタリア空軍は、イタリア・ロシア戦域軍、コープ・ディアイ、スペレスヨネ・イタリアーノ、または、 シエサーの一部として1900人の要員からなる航空部隊を東部戦線に派遣した。彼らはイタリア・ロシア方面航空隊コープ・アエレオスペデツヨネ・イン・ルシアとして知られていた。これらの航空隊はまず最初にカプロに CA31MC200 を装備し、1941年から1943年までイタリア・ロシア派遣軍の戦いを支援した。 彼らはウクライナに広報拠点を置いて、最終的にはスターリングラードの戦いでの航空戦にも参加した。1942年中頃にはより性能の高い MC-202 がロシアの戦いに投入された。1943年前半、スターリングラードをめぐる諸戦闘が決すると、ムッソリーニは遠征軍の帰国を決定。 航空隊も1943年1月に戦闘を終えてオデッサに撤収した。撤収までに88機のソ連機を撃墜し、損失は19機に止まった。だが一部の空軍部隊は1944年から1945年までバルト海地域でドイツ空軍指揮下の航空団として軍務を継続した。ドイツ軍から第10航空隊、至る以後、 テラッシアーノと呼ばれたらは、バドリオ政権成立後もアースイ、事故参照を空軍に参加して最後まで戦いを続けている。イタリア本土の戦いが開始された時、イタリア空軍は防御的な戦いを強いられる立場にあった。イタリア人パイロットたちは、海軍の艦艇を狙う連合国空軍と戦うために多くの努力を続けた。 膨大な連合軍機がシチリア島各地に来襲して爆撃を繰り返し、次々と地上の空軍施設や滑走路に攻撃を行っていった。これはイタリア空軍の活動に致命的な打撃を与えたが、ビシー領、オクシタニアに駐屯していた空軍部隊がサルデーニア島の部隊と共に来園すると、再び抵抗が再開された。やがてクーデターが起こりムッソリーには失脚。 マドリオ将軍を主犯とする政府が成立し彼らは連合国と休戦するが、それまでに行われた最後の戦いは、アメリカ空軍に対する防空戦闘であった。クーデター後遊兵されていたムッソリーニは、ドイツ軍によって救出され、ドイツの支援のもと、北、イタリアにおいて、イタリア社会共和国、アンスイ政権を樹立、イタリア人の政府は、アンスイ政府と王国政府、 バドリオ政権に分派した。すると、空軍も自由イタリア空軍、王統派と、イタリア国家空軍、ファシスト派に分かれて、それぞれの指導者に忠誠を誓うしかし、イタリア王国自由空軍と、イタリア国家空軍とが直接交戦を行うことは、最後までなかった。なぜなら前者は主に、バルカン半島での広報防衛に当たり、前者は北イタリアとバルト海での防空船に、 従事していたためである。終戦までにイタリア空軍は5201機の航空機と引き換えに4293機の敵機を撃墜した。1945年5月8日に王国空軍は正式に再建されたが、1946年6月18日に国民投票により王政は廃止され、共和制に移行したため、イタリア共和国空軍、 アエロナウティカ・ミリターレと解消され、15機撃墜以上のもの1946年6月18日、イタリア共和国空軍、アエロナウティカ・ミリターレ、として新たな出発を始めたイタリア空軍であったが、第二次世界大戦の敗戦国としての厳しい、再軍備規制が、軍債権に立ち塞がった。1947年2月10日に、イタリア共和国政府は、 旧連合国とパリ講和条約を締結したが、条約は軍裁権に様々な制約を課していた。しかし1949年に冷戦による東西対立の時代を迎えると、イタリアは1949年に結成された NATO の創設メンバーに加えられ、軍備制限の大幅な撤廃を許された。加えて、米伊相合防衛援助協定に基づいて、 アメリカ空軍からの装備提供が開始、P-51 マスタングと P-47 サンダーボルトがイタリア空軍部隊に装備された。1952年後半には、カイ -84 とカイ -86、それに C-119 が新たにアメリカ軍から提供された。イタリアの航空産業も戦後復興が進むにつれて、 再び国産機の開発を再開し、アエルマッキメガバイトマイナス326や、フィアット G91、ピアジオエアロインダストリーズ百1 6 6などの機体を開発、生産したほか、ヘリコプターの国産化にも着手した。空軍にとって初めての超音速ジェット戦闘機となったロッキード海 -104 は、フィアット社によってライセンス生産が行われた。 1970年代は G222 後に C-27J スパルタンへと改良とロッキード C-130 が空軍の輸送機採用を争うまでになっていた。戦闘機も海 -104 をイタリア空軍の防空ドクトリンに合わせて回収した海 -10S の配備が行われていった。国際的な共同開発にも進出、ブラジル空軍と共同開発。 7割近くを担当した EMX は良好な成績を収め、空軍機の共同開発を進めていたドイツ・イギリスとの東南開発計画へとつながっていった。1990年、湾岸戦争が勃発するとイタリア空軍はこれに参加、1945年以来の戦争参加となった。冷戦終結以来、民族対立や宗教問題などによって、 国際紛争が増加する時代を迎え、イタリア空軍は湾岸戦争から続く形でソマリア、モザンビーク、バルカン半島などに出兵した。この中でも特に欧州で発生したユーゴスラビア紛争は国境から数分で航空機が到達可能な地域の不安定化を意味しており、空軍内で装備の補強と防空体制の見直しが進められた。退役を開始した。 米国製戦闘機に代わって、イギリス、スペイン、西ドイツとの共同開発による新型戦闘機の開発を開始し、輸送機も G222 を C-27J スパルタニへと改良して、緊急時の兵力輸送を強化した。2003年、ユーロファイター台風運の受領が開始された年に、イタリア空軍は空軍改革の一環として、特殊作戦を専門とする。 航空部隊第17特殊船航空団を編成した。2015年、海マイナス35の導入が開始された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。